うん、新作の本物のガソリンで揚げたスパイシーチキン買うか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。飲み物の補充しといて。トイレ掃除終わったか？もう今日500回目です。やることありません。商品自分でずらして、自分でまた整理してます。お客様あります。いらっしゃいませ。ちょっと、おい、なんだここ、何があった？肉まんいかがですか？コンビニマルの掃除でもしとけ。もう7時間してます。原子レベルで何も落ちてないです。ちょっと、ここなんでこんなに多いんですか？いえ、全世界で左遷されたポンコツ社員が全員ここに集められました。このど田舎の一番小さなコンビニに、普通のコンビニの半分くらいの広さに605人かな。全国のポンコツが集まってるやん。コンビニ界の収容所みたいなもんか。いらっしゃいませ。狭い、もっと離れろ。店長、125人休憩入ります。うっす、休憩室3人が限界の個室だけど、そこ以外休憩認めから。うっす、オーケー、潰れる。あ、ガラス折れた。なんかパンパンで。おい、処理しとけ。久しぶりに仕事だ。俺がやる。俺がやる。なんなんや、ここへ。地獄やん。コンビニ店員の墓場みたいなもんか。すいません、本物のガソリンで揚げたスパイシーチキン一つ。あ、あれ、謎の体調不良続出で販売禁止になりました。うん、そうか。ありにと言ってはなんですが、爆竹入りサンドイッチとか。おー、意外と美味しそう。一つもらおう。爆竹サンドあります。爆竹サンドあります。ヘイマイドアリ、ここ人件費とか大丈夫なんですか？まあ仕方ない。全国の首切れないポンコツを収容するところだから。とんでもないところだな。まあ俺も先週ローソン本社に採用されたけど、こんなとこ来ることにならなくて本当によかったわ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。コンクリート丼はいかがでしょうか？コンクリート丼はいかがでしょうか？まあ俺も初日から6日連続寝坊してここに飛ばされた。あ、終わった。ネタリクエストを募集するので、ぜひこの動画のコメント欄に書いてね。LINE スタンプもまだ買ってない人はぜひ使ってみてね。動画の概要欄から飛べます。